is 勝谷北村レッツゴー。元気いっぱい、かつや 100% です。北村さん、今日はどこのトレーニング？今日は、上腕二頭筋のトレーニングを、提供させていただこうかと思っております。チャンネル登録よろしくお願いします。今日はどういった器具を使ってトレーニングを、今日は、どこにでもあるダンベルを使った種目を、3つ紹介したいと思います。まず最初に行う種目はコンセントレーションダンベルアームカールとなります。これはどの辺を意識したようなトレーニングですか？このトレーニングは、上腕二頭筋の、全体ですね、全体を使って収縮とスクイーズを繰り返す。はいはいはい。でポイントとなるところはまず足ですね。まずポイントとしては土台ですね、足場を固める。はい。で大体膝が90度になる位置に足幅を持ってくる。こうでもなくてこうでもなくてこうでもなくて90度、はい、膝の角度が90度になるように持ってきます。はい。でここに、プリーチャー台パッドパッドだと思って、自分の太ももがで、太ももに腕の裏を当てがいます。はい。で、この時のポイントがあって、当てがうところにこう低くなったり高くなったり右に行ったり左に入ったり左とか内側に入ったりしないで、ニュートラルにまっすぐですね。そうです、まっすぐに、上腕骨が垂直に下に行くようにセッティングします。これはどうしてそこに腕を当てるんですか？当てることによって、はい、トレーニングに安定性を求める。あ、肘が後ろに行かないように。そうです。これがないと、要はダンベルを持ってトレーニングした場合に肘がこっちに行って変わる、はい、こっちに行って変わるっていうのがなくなるんですよね。負荷が逃げちゃうわけですね。そうです。負荷が逃げないようにここで食い止める。はい。で当てて下に下ろしてスクイーズ、はい、で下に下ろしてストレッチで、ストレッチする場合も下で 100% 伸ばさない、 97% まで伸ばして。細かいですね。97%。細かいです。細かいです。細かいですね。3% は何なんですか？これ、その 3% 越してしまうと 100% になってしまって、上腕二頭筋のこの腱の付着部にすごいストレッチ負荷がかかってしまうんですね。はい。負荷をかけないようになるべくする。怪我の防止になるってことですね。そうです。怪我の防止ですね。はい。回数を12回から、そうですね、15回できる重さでセッティングしてもらって、やります。はい。これは僕の理論なんですけど、はい、あまり低レップでやると上腕二頭筋が最悪の場合、断裂してしまう、そういったリスクを僕は避けたいので、綺麗なフォームでできる重さで、セッティングします。はい。じゃあ高負荷で低回数っていうのはちょっと危険も、リスクも伴うってことですね。そうですね、リスクは伴うと思います。なんで、ノースブリッジではあんまり怪我は罰なんで。北村さん、怪我に何度も泣かされてきたと思うんですけど。本当にそうです。僕は怪我すごいしてきたんで、はい、だから、皆さんが怪我しないようにしてほしいので。わかりました。はい、ありがとうございます。はい。これを何セット行えばいいんでしょうか？セット数は人によって違うんですけど、一般的には3セット、はい、しっかりやるというのが目安となります。頑張りたい人は5セットやっても構わないです。はい。握るところからやっていきたいと思います。先ほど言ったように土台を固めていただいたら、ダンベルの、僕はなんですけど、握る位置が、若干内側に入ります。内側に入ることによってカールしたときに、はい、外旋するパワーを、私が
補わなくて済むんですよね、はい、外側にダンベルが倒れ込むの、はい、自然にそうです倒れ込んでるのを利用して、またもしちょっとストラップ外します、はい、もしこのまま持ってたらここに来た時にどうしてもきついと、はい、こうなってしまったりとかするんですよ、あ内側を持っちゃいますね、はい、でもこれはこの種目はダンベルを持ったままこっち側に外側に外旋しないと二頭筋の刺激に入らないので、はい、ちょうど担当あるんですけどそこに刺激入らないので、はい、自分はあえてオリジナルなんですけどダンベルの内側を持ちます。これすごい重要なポイントですよね。僕はやってます。そうです。この自然に力を入れなくても外旋できるように、はい、ここを持ちます。あ、分かりました。このようにしてダンベルの内側に小指が来るように、ほとんどあれですよね、こっち側にスペースがあってこっち側にスペースがない状態、はい、これを作っていただいてまず 97% まで下ろします、はい、下ろしたら 100% スクイーズします、はい、これを12回から15回、はい、種目はインクラインダンベルアンカールになります。北村さん、この種目はどの部位を意識して？はい、こちらも、上腕二頭筋があるんですけども、はい、あるんですけどもないや、上腕二頭筋なんですけども、上腕二頭筋の主にこの上部ですね。上部。肩に近いですね。そう。こっちで言うと。この北村さんの腕は分かりやすいですね。ありがとうございます。肩に近い部分、はい、分かりますかね。ここですね。はい、このエリア、はい、このエリア。そこを狙う種目なんですか。そこを狙う、はい、種目です。はい、ポイントは慣れるまではあまり重さを負わなくていいです。今は分かんないですけど、あの IFBB プロの山岸選手、ビッグヒデ選手でさえ、はい、この種目は8キロで。やってたのを、昔動画で見ました。これも人それぞれで12回から15回できる重さでセットを組んでいったらいいと思います。これはあのストレッチ種目に、はい、属するんですね、はい、でストレッチ種目イコールバルク筋量アップ種目なんですよ、はい、でストレッチ種目ってすごく筋肉に負荷がかかるんですよね、はい、だから慎重にやらないと怪我をしてしまうので、それも考えて設定の重さと、回数を考えてやった方がいいです。この種目に関しては、下半身あまり関係ありません、はい、足を伸ばし、まあ、伸ばしてやる人はあまりないんですけど、足が、下の位置でもいいですし上の位置でもいいです、はい、人によっては足をここに乗せる選手もいます。なので、でも僕は、一番オーソドックスな膝関節が90度になる、角度で、土台をまず作ります。斜め45度のインクライン、はい、アジャスターベンチを使ってやるんですけど、ここで、下からこれも同じですね、97% まで下ろす。また出ました。では97です。絶対97です。100% 行けば行くほど筋断裂を起こしやすいので、それはノースベンチでは NG なんでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、 100% 収縮、はい、97% までストレッチ、 100%、 97%、 100% でやっていきます。で、これも巻くところは外旋する両力を使いたくないので、小指側にストラップを巻いて、小指側にダンベルのここがぶつかるぐらい
の位置に設定します。これはでも人それぞれなんで、皆さん入る、筋肉に刺激が入る方を選んでください。さ、腕すごい。で、ちょっとやっぱりね、皆さんに見られてると思うとめちゃくちゃフォーム意識するんですよ。で、フォーム意識すると対象部位しか筋肉使わないんで、めちゃくちゃパンプして張るんですよ。要はチーティング、体の反動を使ってトレーニングをしてないので、皆さんの見本となるようにやってるつもりなんで、すごいこのこの重さでもすごい刺激入って効いちゃうわけですね。効いちゃいます。じゃあ次の種目に移りましょうか。お願いします。はい、北村さん、じゃあ今日最後の種目をお願いします。はい、最後の種目は上腕二頭筋の長頭、外側にある筋肉ですね。あとこの腕頭骨筋、はい、要はボディメイクでいうアウトライン、腕でいうアウトラインですね、はい、を、効率よく鍛える種目を紹介していきたいと思います。次の種目名はスタンディングダンベルハンマーカールとなります。ダンベルを使ってハンマーカールというと縦向きに、そうです、はい、先ほどまでは、常に腕を外旋したままのポジションでカールをしてましたね、はい、それを縦剣にします、はい、縦剣にして、まあハンマーを作るってことですね、はい、手で言うハンマーを作って、その状態作っていただいた、状態でカールをする。はい、腕頭骨筋を狙うわけですね。はい、そうです。で、この時に気をつけていただきたいポイントがありまして、体は反動を使わない、はい、なるべく上腕二頭筋と、腕頭骨筋を使ってカールする、はい、それがまあ一つのポイントとなります。ということは体を反らしたり足を使ってでないと上がらないような重さは使わない方がいいということですね。そうですね、割とだからこの種目に関しては、はい、僕もアマチュアレスリング時代40キロとかでカールやってたんですけど、はい、今はもうそんな重いタイムではやってないですね。これも12回から15回できる重さで、セットを組んでいただいたらと思います。はい、これもストラップ、持ち巻きです。持ち巻きというのは、もちろん巻くよという意味です。出ましたね、後半に持ち巻きで、ダンベル持ち巻きしていただくんですけど、見ての通り、先ほどは、小指側にダンベルがあったんですけど、はい、今回は真ん中です。で、これがこっち側に内側によく入る方がいらっしゃるんですけど、私ずっとそうしてましたね。あ、そうすると腕頭骨筋に入らないんですね、はい、神経をここで使ってしまってるんで、はい、ここで面で持ってしまってるんで、はい、ここ要はこの3本なくてもカールができちゃう、はい、それだと前腕が全部フル活動できないので、ダンベルは真ん中です。で、まあ、横からするとこのままカール、でこの時も同じように、伸ばす角度は伸ばす、パーセンテージは97です。97。はい。で、細かいこだわり持ってますね。100伸ばしていいことないんで。で、スクイズの時は100で大丈夫です。収縮時は、収縮時は100で大丈夫です。伸展時は、そう、伸展時伸ばす時は97%。はい。で、お願いします。
はい、じゃあ北村さん、今日のポイントは、はい、今日のポイントはフォーム回数 97% です。出てきちゃいましたね、また、はい、ね、もしよかったらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。